皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。なんか今年は梅雨がすごく長くて、ようやく夏本番と思ったらもうね、立秋ですよというね、季節の変わり目の日になりました。なんかすごく早いですよね。はい、もう少しでお盆もありますし、まあ、実際お墓参り行かれる方も多いかもしれません。まあ、今ね、ちょっとこういう時期なので帰省ができない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今日ね、一つご先祖様を大切にする方法をお伝えしようと思います。もちろんやっぱり実際にね、お墓に行って、そして線香を立ててあげること、これがもちろんやっぱりもう一番のもちろん供養です。でも遠くて行けなかったり、例えば今回のような事情があって行けないっていう時でも通じる方法があるんです。それはどういうことかっていうと、今あなたがいる場所どこでも大丈夫です。ご自宅からでもご先祖様のことを家の中から思うんですね。そして手を合わせて、いつもありがとうございますっていうことを、まあ、言葉に出したり心の中で言ったり、それだけでご先祖様にしっかり気持ちは伝わっています。だからああね、今年はいけないなっていう人いるかもしれないけれども、でも大丈夫ですよ。きちんときちんと気持ちは伝わっているので、もしよかったらお盆に限らずです、どんな時もしてあげてももとてもとても喜ばれるし、もうね、必ずあなたの周りでご先祖様は見守ってくれています。はい、今日は立秋から始まるあなたの幸せということを見ていきたいと思います。使っていくカードは、まあ、こちら3種類のルノルマンカードからお選びいただくことと、あとはこちらエンジェルアンサーと言いまして、案外イエスノーがはっきり出たりとかするカードです。今日はあなたがこれから過ごすため幸せになるためにどのようなことを例えばすればいいかとか、そういうアドバイス的な流れでカードを選んでいきたいと思います。はい、今日選んでいただきたいチャームはリングです。はい、こちらがね、まずブルーです。これがブルー1番の方です。そしてはい、2番の方がこれね、まあ、ピンクというか赤というか、はい、これが2番です。はい、そしてこちらがまあね、黄色ゴールド、はい、これが3番となっております。あ、なんか最近こちらの真ん中のこのね、ルノルマンカードの問い合わせいただくんですけれども、こちらラベンダールノルマンって言います。なんかね、とってもこう綺麗という、まあ、綺麗なんですよね。はい、これ私は海外から輸入をしました。はい、じゃあこのチャームもしくはルノルマンカードからお選びください。あなたにとってね、どんな幸せなことが、いわゆる今日、そうですね、立秋は今日の朝の10時6分からです。なので、まあ、この動画を配信してすぐなんですけれども、どんな幸せなことが起こるのっていうこと、見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のブルーのリング選ばれた方、はい、お待たせしております。じゃあ立秋
から始まるあなたの幸せ見ていきたいと思います。はい、じゃあカード選んでいきますね。要になるカード、はい、これみたいです。はい、じゃあちょっとね、アドバイスカードも、よいしょ、じゃあこれもちょっと1枚引いていきましょう。なんかね、この子とこの子っぽい気がするので、はい、じゃあこれ2枚、よいしょ、選びましょう。さ、じゃあまずね、要のカード、はい、開いていきますね。お、これはね、フォックスです。うん、これ恋愛仕事、さあこれどっちを表すのかな。じゃあまずね、カード開いていきますね。リングか、これは恋愛なのかな。うん、あなたにどんな幸せ。そっか、古墳、これは棺桶です。うん、これは木ですね。はい、これは怒り。これは願いが叶うと言われている木というカード。おお、蛇蛇ですね。はい、幸運のカード、星。おお、はい、これも嬉しいカード、月。ああ、こういうカードが出ましたね。うん、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、アドバイスカードもね、先に開いていきましょう。今回ね、2枚出ました。はい、見てみます。お、すごい、イエスあとね、天使様に聞こうかと。ほう、こういうカード、なるほど。多分カードを解説しているとおそらくこう辻褄が、あ、こんなこと言いたいのかなっていうのが分かってくるかと思います。はい、じゃあまずは、あなたが手にすること、どんな夢をあなたは手に入れることができるのかな。何かこう、将来自分が頑張りたいこと、なりたいこと、夢に向かって頑張りたいと思う、こうそういう長期的な夢とか目標、自分の人生の、そうですね、目標、それがまずあなた自身見えてくるのかなっていうふうに感じます。今まで過去のあなたを見てると、リングと怒りと蛇というカード、どっちかっていうとやりたくない仕事だったのかもしれない。あ、今私仕事って言ってますね。うん、なんかね、仕事と恋愛どちらも考えられるんだけれども、まずお仕事のことお話しさせてください。なんかこう、あなた自身、とてもこう、安定をしていて、でもやりたくない仕事、どっちかっていうとそういうお仕事をあなたはされていたのかもしれない。でも、もうこのね、真ん中のフォックスっていうのは、これ会社員の人を表すんですよね。そういうどこかに所属している人を表します。でもこのフォックスとこの古墳ですね、
棺桶のカードが出てるので、その会社員の生活をあなた自身がもしかしたら辞める、中断する、そういう可能性があるのかなとも思い始めました。そしてあなた自身が今は会社員ね、ということで頑張っていらっしゃるかもしれないけれども、でもなんかあなた自身本当のやりたいこと、夢っていうのは別にあって、もしかするとあなた自身はその夢に向かってこう頑張ろうと思い始める時期なのかなというのが、もしかしたら今回のこの立秋というタイミングなのかもしれません。これからのここの流れを見ていると、もしかしたら時間はすごくかかるかもしれない。でもあなた自身やっぱりこう頑張りたい、これを頑張ることによって自分の人生がより充実する、そういう流れに感じる。なので私は、僕はやっぱりこう今まで心の中に思っていたことを実現する時期に来ているのかなというふうにご自分で考えられるのかなというのが、まず一つ、これお仕事。そして二つ目、これね、恋愛にもね、取れるんですよね。はい、今まで、ね、あなたは、案外こう、これね、お相手様がいる。好きな人、お相手様、どっちかな、まあ、どっちもかもしれないんだけれども、まあ、ね、どなたかがお相手がいるだろうと思われます。で、案外付き合いも長くって、もしかすると結婚とかもしたいし、考えていたかもしれない。でも、なぜか、なぜかじゃないな でも、まあ、三角関係っていうのはよくあることなので、まあ、あなたをこう邪魔する存在の人、ね、この蛇っていう存在の人がいて、で、なかなかこう2人の関係がこういい意味で安定はしてるんです。いい意味で安定はしてるんだけれども、これ以上なかなか前に進めないという事情がもしかしたらあったのかもしれない。そしてあなた自身、もしかしたらこの恋を一旦やめて他の人に目を向けてみようかなとか、あなたのことを好きと言ってくれている人がもしかしたらね、いるのかもしれないし、あなた自身他の人も探してみようかなって思う部分もあるのかもしれない。そしてもしそういうふうにこう前に行く、前進するということを選んだら、あなたはそれはそれは幸せな恋愛を手に入れることができるんじゃないかと、ね、このカードは伝えてるんですね。まあ、どういうことかっていうと、まず今までの恋愛は体をね、壊してたのかなっていう気がします。でも今回は、もし次にね、もしあなたが次の恋愛に行ったら、まずこの健康と癒し、それを手に入れることができますと。恋愛ってこんなに幸せなの？みたいな。心こんなに落ち着くっていうことが手に入れれるし、なんといっても心の安定。そして、こう、ね、この恋愛に向かって、恋愛の幸せさ、愛し、愛されっていう恋愛の状態のを手に入れることもできるし、こう2人で一緒に頑張っていくことの大切さ、安定することもいいんですね。それは決して悪いことではない。でもじゃあここに向かって頑張ろうっていうことを、2人で頑張っていけること、そういう恋愛が次はできるんじゃないかというふうに、カードはなんかね、教えてくれてるような気がします。まあね、このね、蛇と怒りっていうカードなので、ね、あなたとも安定してるかもしれない。でもこの第三者の人ともお相手が安定してるかもしれない。
だからあなたとの関係はなかなか進まない可能性があるのかなっていうふうにも見えました、うん、で、はい、これが天使様からのメッセージ。なんかね、こうふっとやっぱりわかるんだけれども、もうそのまま行ってって感じですよね。仕事においても恋愛においても、うん、あなたのねその考え方 OK ですっていうふうになんか言ってくれている。なんかイエスのね、このマークがねついているイエスってね、こうなんか一番ポジティブなんですよ。そしてで、あとは天使様がね、もうこれねしっかりあなたのことをもうこれだけ見守ってるから、だから安心して自分の道を進んでいいよっていうことを言ってくれてるような気がします。まあ、今回あなたが、まあね、仕事も恋愛もかもしれないし、どちらかが、ね、こう当てはまる人もいたかもしれません。よかったらあなたの幸せの方に行けるように頑張ってみてください。はい、これが一番の方です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番の赤のリング選ばれた方、はい、じゃあこちら、ね、ラベンダールノルマン、はい、シャッフルしていきます、ね、あなたが立秋からどんな幸せ手に入れれるのかなっていうのを、はい、じゃあ見ていきます。じゃあ要になるカード選びますね。はい、こちらです。じゃあアドバイスカードも今の段階で引いていきたいと思います。はい、じゃあルノルマンカードまず開いていきますね。お、道というカードです。あなたは何を選択するんでしょうね。さあ、どんなカードに囲まれてるかな。お、山だ。なんかね、今まで大変だったなみたいな。お、家。さあ、何これは、結婚なんだろうね。すごいポジティブカード、太陽ですよ。月がね、山の下に出ました。おー、蛇も出た。この通り。すごいね、ポジティブカード、天体カードばっかり欲しい。ここは手紙のカード。山と蛇以外はね、すごくいいカード多いですね。じゃあちょっとね、天使様からのメッセージ、はい、アドバイス開いていきましょう。おお、あなた次第やったよって言ってますね。ね、なんかもう笑顔で、あなた次第だよみたいな。なるほど。はい、さあ今回ね、あなたが手に入る、履修から手に入る幸せは何。いやー、これ何でしょうね。このね、中心カードが選ぶ、ね、この道、迷う、選ぶっていうカードなんですよね。で、今まではやっぱりこの山が出てたから、こうあなた自身、こうなんかね、飛び立ちたくても飛び立てなかったりとか、なんかね、まあ、恋愛でも仕事でも、まあ、両方考えられるんですけれども、ちょっとねこれ辛かっただろうなと思います。こう身動きが取れなくて、
もう全く動けなかったとか、恋愛でもね、なかなか動きがない恋とか、でもしかすると片思いとか、なんかそういう感じが、まあ、いわゆる過去っていうかね、がね、出ています。こう、あなたはこうとてもこう強い気持ちとか思いを持っているんだけれども、でもそれが過去の段階ではなかなか身にならなかったり、なんか頑張ろうと思っても障害が入ったりとか、なんかこうあなたの目標がとてつもなく高くて、そのためには本当にコツコツ頑張るしかないみたいな。でも頑張っても頑張ってもいつになったら結果が現れるんだろうみたいなことがちょっとね、過去では見えたかなーって感じなんですね。でも今それが変わろうとしています。ね、山から家に変化するって、これものすごく大きな変化なんですよね。ね、今までね、苦労してたことがあなたに幸運とか平和、幸せ、結婚、家族 こういったものがあなたの選択次第ではこれ手に入るよって言ってます。そして、ね、まあ、そのこの手に入れたいことっていうのは今まであなたがずっと望んできたことだよねって、で今まであなた自身が夢を叶えたいと思ってたことかもしれない。まあ、これがね、人によっては、ね、まあ、コウノトリのカードも出てるから、ね、もしかすると赤ちゃん欲しいっていう人もいたかもしれないし、転職活動、とかこうね、希望する部署に行きたいとか、引っ越し、そういうふうな、まあ、いろんなことが考えられるんですけれども、なんかね、今回はその移動することができなかったことから移動ができて、そこであなた自身がとてもこう幸せと安泰、それがあなたの夢だったっていうことを手に入れることができるんじゃないと出てます。だからなんかとっても今までこうね、苦労してた人ほどこの幸せがとっても大きいような気がします。そしてこれからの流れは、まあこれからもこうね、あなたをまあね、邪魔する存在の人とかね、まあいるでしょうとは出てます。ライバル的な存在が、邪魔する人とかはいるかもしれない。でも、でも、まあね、このね、太陽っていうね、とてつもないポジティブなカードが一緒に出ているっていうことと、あなたには何と言ってもコミュニケーション能力とか SNS の才能、そういったのもありそうだから、このね、ヘビさんをね、封じ込めることができる可能性もあるのかなと。で、まあちょっと離れてはいるんですけれども、このね、ヘビとコウノトリがこう一緒に出ると、このコウノトリがね、ヘビをいわゆるこう封じ込めてくれるって言われてるんですよね。でも今まあこの距離、少し離れた距離に出てるので、こういずれは、いずれはですね、まあなんかトン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 って言って、でなんかこう封じ込めてくれて、あなたのその不安要素、それはなくなるかもしれないんだけど、まだね、少し距離が離れてるので、封じ込めるまでには時間かかるかもしれない。でもあなた自身がすごくこう運がね、今とっても強い時っていうことと、今だけじゃないな、で過去のカードから見ていても、月と星と太陽っていう9枚のうちの3枚が天体カード。いやいや、あなたは幸運ですよ。そしてこれからも幸運、それは続く。で、今まで山があったから、こう余計に大きな障害とか大きな壁感じてたかもしれないけれども、それはなくなる。だから随分あなたのこう背中の背負ってるもの、それがなくなってくるのかなともね、まず考えられますよ。
そしてまあこれですよね、アドバイスカード、あなた次第だよっていうのはすごくわかるような気がする。今までもあなたは幸運だった。なぜならばやりたいことがあった。でも障害が大きくて、夢が例えば大きすぎてなかなか進めなかった。でもそれさえも幸せって思えるかどうか、あなた次第だと思うし、これからの未来もまだね、ライバルはいるかもしれない。でもあなたには太陽という人気運、明るさ、人徳、そういう武器がある。だからライバルはいたとしても、いずれコウノトリが助けてくれるし、あなたは恵まれているということを考えれるかどうかはあなた次第。こういう流れになりそうですね。というかね、とってもすごいと思いますよ、このカード。大きく変わりそうです。大きく今回ね、人生の選択の時になりそうな気がします。よかったら参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、3番のゴールドのリングの方。はい、お待たせしております。じゃあまずルノルマンカード、シャッフルしていきますね。要になるカードを選んでいきたいと思います。はい、じゃあ選んでいきます。今回のね、あなたが手に入れる幸せのためには、この子が言ってますね。どうしたらいいかというアドバイスです。はい、じゃあまず中心の要のカードから、はい、じゃあ選んでね、見ていきますね。おお、山ですね。何か今こうね、大きな問題があなたにこうね、もう合っている状況、今がそういう、こう問題に直面してるのかなっていう感じがする。じゃあちょっと先にね、ルノルマン引いていきましょうか。はい、ライダー。ユリか。恋愛のことで悩んでるのかな。鳥ですね。道というカードが出ました。何かこうね、キーですね。雲。なるほど。で、怒りか。おお、なんかこう案外こうシビアなカード出ました。ちょっとアドバイスカード引かせてください。ロマンス。まあ恋愛ですよね、これはね。過去のカードから見ると、あなたがまあこう2人の異性の間で迷ってたのかなっていう部分感じるんですよね。で、迷ってたんだけれども、やっぱりこう今あなたは多分まあ今の方の方がもちろん好きだったと思うんですよね。だけれども、今のこのお相手様とはとても大きな壁、障害、ストレス、そういうことを感じていて、こう今あなたはちょっとこう何て言うのかな、こう気持ちがこう下向きになっているというか、こうなんかこうどうしたらいいんだろうみたいな、こうなんかこう押してもね、なんかなかなかこうなんか、なびいてくれないとちょっと違うかもしれないんだけど、お相手はなかなか今以上の関係から
例えば動いてくれなかったりとか、なんかこうあなた自身も非常に心も体も疲れてるのかなというふうに、なんか今見えますね。ちょうどそのね、真っただ中っていう気がします。山と雲か。これは本当にちょっと今、もう本当にこの今現在、とても辛いだろうなと思いますね。ね、黒い雲がありますよね。山もとても大きいですよね。もうそれがね、こういうふうにこうダブルで出てるので、こうあなたのこう体力も精神も両方で、この百合っていうのはまあ恋愛とかも表しますし、そうね、なんかね、過去でね、迷いましたね、なんかね、A さんと B さんと迷いましたっていうことがね、出てはいるんですけれども、でも今こうね、その選択を後悔はしてないかもしれないけど、なんか辛いだろうなっていうのは見えます。そしてじゃあね、今回のこの立秋からあなたはどんな幸せを手に入れることができるの？っていうことなんですけれども、鳥と鎌と怒りというカードか。このね、鎌っていうカード、よいしょ、これは今回私はね、今まであなたはこう時間をかけながらきっとね、頑張ってきたと思うんですよ。で、その頑張ってきたことをこの鎌で、あとはこの穂をこう一生懸命こう取って収穫にするという時期に入ってきているのかなと。だからあなた自身が何かを今まで頑張ってきたこと、まあこのね、恋愛のことかなと思うんだけれども、それをようやく頑張ってきたねっていうことで、これらの収穫をあなたが手に入れることができる。そしてそれが、その幸運が、これ怒りっていうカードなんですけれども、もう海にしっかり沈めますよね。そういう意味では、その幸せがあなたに安定という形、お相手様との絆という形、それで手に入るよっていうことかなと思います。お相手様があなたにね、とてもとても嬉しい言葉などを言ってくれることなのかなと思いますね。で、アドバイスカードも、はい、これね、ロマンスでしょ。もうね、あなたとお相手様、大丈夫ですよって、しっかり愛し合ってますよっていうことを、なんかね、伝えてくれてるような気がします。だから3番の皆様、これはね、こう辛かった分ね、ほんと頑張ってきたこと、それがね、認められて、それがまた末永い幸せにつながっていくという流れかな。今回はそういう感じですね。よかったですね。なんかそういう意味では、あなた自身のこう実りを手にすることができるというのが、今回のあなたがこれから手に入れる幸せ、もうちょっとだけ、あともうちょっとだけ、これはね、続くかもしれないんだけれども、でももう早くとも今月の半ばぐらいからは、このね、嬉しい状況に、苦しい状況からね、この嬉しい状況にシフトしていく感じかなと思いますよ。ああ、よかったです。はい、これが3番の皆様です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。